花尾由郎の音楽魂。はい、皆様こんにちは、金尾義郎でございます。一週間ご無沙汰いたしました。金尾義郎の音楽魂、今日も楽しくねやっていきましょう。久々のですね登場ですね、松下俊美さん。はい、こんにちは、おはようございます。よろしくお願いします。いかがですか？もうご迷惑をおかけしました、皆さん。なんとか歩けるようになりましたね。え、はい、結構な長かったですよね。長かったですね。最初は風、ちょっと花粉当たりますよ。はいはい、ごめんなさい。風邪だったのね。最初風邪ひいてて、で3日ぐらいもう風邪治ったかなっていう時に腰をやっちゃって、ちょっとね、ひどいことになってましたね。え、はい、まあ元気でね、皆さん気をつけてくださいね。ね、寒いので。寒いからね。はい。桜田武さん。はい、こんにちは。こんにちは。どうもよろしくお願いいたします。あなた風邪ひかないよね、なんかね。あんまりひかないですね。ね、普段なんかやってます？抵抗力。酒飲んで消毒してます。酒飲んで消毒ってね。一番いいですね。それ一番いいよね。僕もちょっと今日鼻声なのよ。あ、ね、本当だ。すぐわかるね、これ生放送ではね。うん、でもまああんまりね、気にしてないですけどもですね、こうやって、12年目で、突入しましたけども、音楽魂、はい、まあ生放送だからね、いろいろ風邪ひいたり病気たまにね、そういうのあったりありますからね、それも生放送の良さということで、今日はスペシャルなゲストをご紹介いたしましょう。はい、これがね、僕本当に偶然博多で出会った方なんですね。呉竹足蔵さん、イエイ。足蔵ですよ、よろしく。どうも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 、なんかね、ようこそおいでくださいました。はい、足蔵さんは普段はアメリカの方にそうですお住まいですね。で、生まれたのはあれですか？生まれたのはね、山口、山口の炭鉱の社宅、川山村って言って、久米郡川山村かな、川山鉱山か、そこで生まれて、はいはい、9ヶ月ぐらいでもすぐ博多の方に移って、親父がその、まあ、電気関係の技師で、それで、なんだっけ、米軍基地があったんですよ、はいはい、春日に。板付けと春日原に、はいはいはい、そっちの方に移って、それから春日の方に、で育って、ちょっと。でも両親はまあ、結構いろんなとこ行ってるから、家であんまり博多弁がないから、あ、僕は本当の博多弁あんまり喋りきらんちゃけども、喋りよりしゃべりあ、本当ですか。うん、でも博多はもうずっと長くいて、それからまあ1982年ぐらいに、82年に単身でちょっとアメリカにちょっと音楽を聞きに行こうってことで、バケーションで撮って、なるほど、ね、行って、で、なんか日本食ステーキハウスのがあると、ほんで、まあ、そこがグリーンカードを申請してくれるという、なるほどね、話になって、その話はね、まあ、後ほどね、またゆっくりね、聞かせていただける、まずですね、足蔵さんのね、はい、CD の中から、今日1曲、はい、まず聞いてみましょうか。これは足蔵&ケンっていうね、BB ケンちゃんのケンちゃんのオーナーですね。ケンちゃんも僕昔からの友達で、そうそう、そうなんですよね、カヤっていうバンドを組んでて、そうそう、ね、その頃から僕もポップコーンに行ったんです、妻がかなんか行ったんですよね、その時期からのね、友達でね、今博多で BB ケンちゃんっていうね、ライブハウスやってますけども、というこのね、足蔵ケンっていう、アルバムの中からご紹介いたしましょう。まずはですね、トラック4ですね、密林の雨。重たい
瞬くこともできない。悲しみの ということでですね、はい、ライブバージョンをお届けしました、はい、呉竹足蔵さんですけどもですね、これ実はこの CD はね、ケンちゃんからあの僕が 前にね送っていただいたことがあってね、うん、それでまあそでまたそのちょうど博多のライブの時に初めてお会いして、それからまたアメリカに戻られたんですね。そうですね、うん、それで、まあ、今回ねそういうまた機会がねありまして、今日に至るんですけどもですね、皆様いかがでしたでしょうか。渋い声ですよね。渋い、うん、渋いですね。素敵な声、ね、無理がない、うん、力が抜けた、抜けたシャーシーが、ね、何シャーシー、自分の声が嫌になっちゃうよね、このね、シャーシー声ハスキーです、ごい素敵な声です ね、うん、素晴らしいですけどね、雰囲気がやっぱりあれですよね、こういろんな経験の中から出てくるんでしょうかね、歌って。まあでも若い時は結構シャウトしてましたからね、こんなやったりして、弦を切らないかんみたいな、現場切るぞっていう感じで、現場が直せんでも現場切るんですよ、僕は。そうだから、そういうね、まあいろんな話がちょっと1時間ではね、うん、収まらないと思うんですが、うん、そのアメリカに行かれて、うん、そのグリーンカード取得されたっていうのは、うん、もうそこら辺の話ってどういう感じなんですかね。まあ、日本人の、うん、特殊技能者
はいはい、ということで寿司職人と、はい、日本食ステーキハウスの鉄板職人ですか、うんうん、火鉢職人っていうか、うんうん、そういうシェフね、うん、が一応その対象になるんですよ。へ、うん、でそこのオーナーが、うん、こういうシェフがどうしてもいると、うん、それを申請して、うん、でそれが、まあ、大体僕がいた時は3年ぐらいで、うん、面接が来たん。で、まあ、福岡は9-11の後にもうめちゃくちゃ9-11の後にすごく厳しくなって、はいはい、もう今5年じゃダメでしょ、5年でもなかなか取れなくなって、うん、なるほどね。僕は横浜のその時には米国住宅の隣接したところに住んでたんですよ、それでフェンスがあるんだけども、うん、僕の部屋からはそのフェンスの向こうにその、うん、いつもね要するに日の丸とその旗がね、うんうん、見えてて、で911以降も即フェンスの高さが倍になったんですよね。はあ、倍に、全てのフェンスは倍の高さになったよね。でそこに住んでるその住宅に住んでる人たちっていう軍人たちは結構すぐねもう日本を離れたんですよ。でしばらくそういう状態だったよね。あれがやっぱかなり、それ以降ってなかなかグリーンカード取得できない、できにくいでしょうね。もう時間かかるし、はい、厳しくなった。なるほどね。まあ今はどういう感じなんですか。まあ、その時はシェフを やられてて、うん、音楽っていうのはから離れた時期があってますか。うん、結構やっぱりちょうどねその時僕もその体調グリーンカード取れたんだけど取れて家族で移民したんだけど、うん、体調的にはね肩が上がらなくて、うん、もうちょっと厳しい時で、もうその代わりまあね行って、うん、帰るわけないかんしね、うんうんうん、もう必死で、なんかいろいろ釣り革にぶら下げてガーッとやったりとかね。ああそうなんですか。ぶら下げてガーッと伸ばしたりとかいろいろやったりして、でその時にお客さんで僕がちょっとサービスするでしょ、はい、でやっぱ肩がこう伸びないから手がの腕が伸びないから、それやってるうちにそのお客さんが、どうしたんだということで、いやちょっと肩がね、悪いんだって言って、そしたら、その人はそのそういう医療用のベッド、特殊ベッドをセールする人で、明日、他の州から日本で整体習ったアメリカ人が来るから紹介しようって言って、そう言ったんですよ。そう言って、なんかそういう専用の特殊ベッド、なんですか、施術テーブルかな、ベッドかな、それも寝て、腕こう僕がこう持ったりして、その方はね足からずっと見て足の長さがどうのこうの言って、腰の何番がどうのこうのって言ってて、って言っていろいろこうするんですよ、でその後肩をですねちょっと痛いかもしれないけども我慢してくれって言って、うわーってやられて、ほんでうわーってなったんだけど、1週間かな、1週間とにかく肩以上の手を上げるなと、でねそれ気になったと。そうですか。どうもねここの腱がなんか落ちてたみたいな感じ、あそういうことあるんだ。僕が勝手にこんなことやったから帰って無理したのかもしれない。で日本でねもう日本出る前だからとにかく整体に行っても治らないから、注射を打ってもらったんですよ。はいはいはい、それが悪いやつで、ステアロイド系で、僕もねあれでめちゃくちゃになった。首とか悪いんで、その5番目6番目の骨が変形してたりするんで、ずっとそれで医者にかかってたことがあって、その痛み止めとか飲みながら、でその注射もしましたけど、あんまり効果がないんですよね。かえってね副作用がいっぱいあるんですよあれは。なるほどね。危ない、そうらしい。あ本当、もうした後やけんね今言われても困るよね。あそうでしたか。いろいろなご苦労があったと思いますね。まあそれでもまあそれでなんとか乗り越えて、んでね、あそうですか。まあ一応66を境にアメリカは66かな、なんかな、なんだっけ、引退ですか、引退、はい、年齢が、はい、そっからもらえるからソーシャルセキュリティっていうのがもらえるから、あ、そう、年金ですか、はいはい、でアメリカはその生まれた時に、
そのソーシャルセキュリティナンバーっていうのはもう支給されるというか、うん、申請するんですよ、はいはい、で親がそれ申請しないと、うん、いろんなことに登録するときも聞かれるから、うん、その番号はないとダメなんです、うん、銀行もアカウントできないし、うん、免許証も取れないし、うん、もう全てそれがもうマイナンバーカードみたいなもんですよ。そうですよね、うん、情報なんです。生まれたときにも全員もらえるっていう、うん、なかなかね、うん、そういう経験した人も少ないかもしれないけど、まあ、向こうに友達のミュージシャンとかもね、うん、いるんで、うん、そういう人たちもそういうことなのかもしれないけどね、うん、大変なこともありますよね、やっぱりね。そう、うん、すごいいいことっていうのはどういうことなんですか。いいこと、はい、いいことっていうのは僕は向こうで週休2日だよね、うん、週休2日で、はい、で仕事はディナーだけだから、うん、で昼間1時ぐらいからちょっと仕込んで、うん、でのんびりしながら、うん、で夜5時からまあ9時か、うん、平日と9時まで、うん、で週末が10時まで、うん、時間がな短い、うん、で年に 2週間のバケーション取れると、うん、だから楽ですよ、うん、そういう意味じゃね、なるほどね、うん、まあそういうのがあって僕退陣で行った時に、うん、ああそこに働いてくるアルバイトに来る 高校生の子とかは、うん、すごいみんなね、うん、はつらつとしてて、うんうん、伸び伸びしてて、うんうん、これはいいなと思って、うんうん、もうぜひ子供はこっちで育ってみようかなと思って、うん、それでもね最初来た時はなんかやっぱり僕のカミさんの方に、うん、文句を言ってたらしいんで、うんうん、お父さんの勝手身勝手で私たち日本離れてね子供を友達とバラバラになったって、でそれが高校ぐらいになった時に、うん、日本の友達が受験前でしょ、うん、はいはい、もう大変でこういろんな手紙やり取りしてて、うん、来てよかったって、うん、そういうのはありますよね、なんか、まあ、楽だったら楽だって大らかさがやっぱ違うじゃないですか、うん、もうこう都会、うん、特に都会、うん、東京とかにいるとね、うん、なんかもうで夜中までずっと塾学校の後塾行かして、そうそう、もう帰りが9時 10時11時とかね、うん、子供がなるんですよ。そういうの嫌でね、僕娘も、うん、中国の学校に行かしたんですよ。横浜の中華学園ってあるんだけど、そこにその時は日本人はあんまり少なかったんだけど、うん、いわゆる日本の教育ってなんかそういうパターンでみんなと一緒にな、うん、しないと、そうそう、なんかね、うん、心もとないとかっていう、うん、こうそういう感じの親たちも いたんで、うん、でもねそこはね全部学校の中でやってくれるんで塾とか行かなくてよかったし、うん、まあ英語と中国語ができればね、うん、なんとかね、うんうん、うん、だからね小学校までしか日本の教育は受けてないんですよね、だからでもまあ今その時に、まあ、刺激を受けてその美容師の仕事してるんですけども、うん、でもやっぱり良かったとは言ってましたよね、うん、でなかなかアメリカンスクールとか行かせられるお金もなかったので、うん、考えた時にそっちを選んだんです。へ、うん、そうそう、うん、だから子供にとってもいいのかもしれないですね、うん、もうちょっとなんかやっぱ体力的になるっていうか、うん、そうだよね、僕もだから単身で行って一度戻ってきて、うん、その後その1回目の面接がうまくいかなくて、うん、で再度私申請して、その間はもう僕は戻るつもりだったから、うん、その子供たちのみんなその頃が上がもう中学に上がる前かな、うん、でもうなんていうかな、みんな軸に行くでしょ、はい、でもう行かんでよかっつって、うん、行かんで行こうっつって、うん、やっぱ剣道とかね、そうそうそう、合気道とか、うん、そういう武道を習わせろって、ほんでもうとにかく学校終わったら、うん、それない時は遊ばせろと、うん、腹が減って帰ってね、うん、帰る車でとにかく遊ばしとけって言って、うんうん、そういう感じだって。それがだからでも我々のなんか教育、うん、受けた教育ですよね、うん、そうね、うん、そうだったもんね、そうそう、子供の頃はね、うん、もう真っ暗になるまで目近所とみんなで遊んで、そうなんかちょっと悪そうしてね、先生が叩かれても、うん、親が謝りに行ってたもん、そうそうよね、すいません、うちの息子が悪くてって、うん、今ね逆にクレームつける親たちが多いじゃない、うん、でもそれはそれでなんか僕は良かったなとか思ってるね、うん、そういう、僕なんか高校は男子校だったから、はいはい、もうボコボコやられてましたよ僕はじゃなくて中にちょっとこう尖ったやつがいるでしょ、はいはい、生徒が、うん、もう血祭りにあげられるんですよ、あまずバッカボコやられて、うん、で
あの国分の、ね、うん、あの先生は気をつけろって、うん、わーっと言って、うん、みんなシーンとなる、うんうん、だからあれがね、最初のイニシエーションみたいな感じで。なるほどね。ということでね、あのファックスじゃあ いただきましたね、松下さんの方から、ね、はい、いただきました、ミキさん、はい、博多のミキさんです。はい、皆さんこんにちは。こんにちは。寒暖差の激しい気候が続いていますが、体調はいかがですか？そうですね、オイラは突然それが原因と思われる頭痛がありましたが、うん、まあ、今はバリバリです、うん、特にとしみさんの腰痛が心配です。ありがとうございます。なんとか来ました。かなおさんとは一昨日のラジオ、はい、あ、一昨日ラジオね、行かれたんですね、ゲストで。お楽しみ様でした。あ、行きました行きました。はい、あの調布 FM、 調布 FM、はい、ゲストとしてかなおさんの声を聞くのもなかなかレアでしたね。うん、途中からしか聞けなかったところ、うん、はい、大阪の聖子さんからメッセージで、うん、フル音源をいただいたおかげで全部聞くことができました。マジ？ほら、ありがとうございます。先週のビビさん、芯のある素敵な歌声が素敵でしたね。はい、そのうち生体験できればと思います。うん、さて今週はついに足蔵さんの登場ですね。はいはいはい、足蔵さんいらっしゃい、ご出演おめでとうございます。うん、思い起こせば1987年に社会人になって最初のアイドルが足蔵さんでした。うん、おー、みきちゃん、みきちゃん、はい、みきね。その足蔵さんがかなおさんのラジオに出演されるなんて夢のようです。うん、ついも甘いもひっくるめた男の歌声がラジオで流れるのが楽しみです。はい、今日は皆さんに囲まれて素敵なリラックスした時間を過ごしてくださいね。リクエストはやっぱり足蔵さんのあの名曲、うん、船長気分に合わせて歌いたいけど、でも何でも OK です。はいはいはい、かなおさんには福岡のあの通りを思い出したいので、ウォーキングオンザストリート。あー、はいはいはい、だけど何でも OK です。この一週間も素敵な出会いの縁に恵まれました。うん、やっぱり音楽に関してはプロとかアマとか売れてるとか関係なく、うん、自分の心に響くものは自分にとって良いものなんですよね。改めて確認しました。かなおさん、明日の楽屋、楽屋でのライブも皆さんが笑顔になるライブを楽しんでください。ミキさん、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。ミキさん、ありがとう。はい、足蔵さんともそのミキさん、ミキさんの関係っていうのは結構ね、長いんですから。1987年に最初のアイドル、うん、ミキさんにとっての、うん、その時のことはもう覚えてないんだけどね、僕は。まあその後でベビーケンちゃんのところで、まあ、再会した、再会して、って感じで。ここでかいからね、こんなでかいのいたかなと思って。多分あの当時はスマートだったのかな。いやいや、どうなんだろう。今筋トレとかしてるみたいな。すごいね、締まってる今体が。今鍛えてますね。そう、ね、じゃあミキさんの、そのリクエストにね、足蔵さんの曲なんですけど、リクエストに早速、お答えして、CD ですか。うん、 CD で今日はね、CD をかけてみましょうか。これトラック11の船長気分、はい、博多のミキさんのリクエストにお答えします。船乗り、いくつもの海を
の人の噂聞かせてくれる。グラス片手に願いを込める。あの人船乗りいつもの海を渡る。今夜は一つ酔いに任せ海にまたない船長気分。一晩中揺られ遠く旅に旅に出ようか。ラタタラタね、曲ですけども、うん、いや今ねちょっと、うん、聞きながらちょっとねあのお話いろいろしてましたけどもですね、うん、これはまあ岸さんがいつも撮ってくれるダイレクト映像でねお楽しみいただきたいんですが、うん、まあこれはいろいろあのエピソードがあるみたいですね。この曲は、まあ、今話しましたけど、うん、あのいろんな方がねあのこの曲をなんかねあのコンテストに持っていこうっていうね、うん、まあそうですね、うんでまあ、その時にいろいろ僕の中でねまあ、苦手でね、うん、そうコンセプトがね、うんうん、どうしようかなと思ってて、たまたまあのセンターシネマ、うん、福岡にもう今なくなったけど、うんうん、センターシネマで100円で見れる映画があって、うん、古い映画、はいはい、でそこに行ってニール・ダイヤモンド主演のジャズシンガーっていうの映画があって、はいはいはい、でそれ見てうわもうアメリカ行きたいなと思って、うん、それでもう即その足であの親不孝通りにあったパッションというお店ね、はい、パッションありますね、うん、そこに走り込んで、うん、でマスターと話していやもう俺アメリカに行くわってことになって、うんうん、でそれからね、うんまあ、話が単身でバケーションで行ったんだけど、うんねうん、グリーンカードのこと話があったりして、うんまあ、3年戻らなかったという、うんうん、でもあの当時はね、うん、ドルは250円から260円だったんですよ、うん、だから半分送ってもゆっくり、うん、まあゆっくりってことはないけど、まあうん、なんとか家族はね、うん、やっていけたんじゃないかと思って、うんまあ、僕は僕で、まあ、まあ最初は大変だったけど、うん、結構楽しんで、うん、もう週末はもうライブハウスとかあのダンスホール行くんですよ、うん、前に、うん、もう目つぶったらサンタナが弾いてるんじゃないかっていうような人たちがいたりね、うん、もう上手い人はゴロゴロって、うん、なんでこんな上手い人この田舎にね、うん、でやってるんだろうなと思って、うん、でもそれいろんなあのミュージシャンとかやってて、はい、もう上手くて当たり前やってるんですよ、うん、上手くてでもね個性なんて言って、うんね、個性がないとダメだそれ、うん、その最後のそれね、うん、それがあったらもうチャンスがある、うんうん、なるほどね、そうなんだと思って、うんうん、だからアメリカというのは意外と学生にしても好きなことがあったらそればっかりやるんですよ、うん、黒人の子でもね、うん、バスケットがそればっかりやる、うん、だからすごくストリートでやってる人なんかでもものすごく上手い人がいる、うん、バスケにしてもね、うん、音楽にしてもね上手い人がいっぱいいた、うんうんちょっとこう僕はってなったけどでもまあ一応 店にいた子は、うん、ギター弾けない子がいて、うん、あのアルバイトの子ね、うん、向こうの子で教えたりしてたんだけど、うん、ちょっとね10年がしたらものすごく上手くなってた、うん、僕その間もうね仕事の方でもう一生懸命やってたから、うん、もうギターもなかなか触らなくなって、うんうん、でもまあ今回の、まあ、3,4 年前に記憶をきっかけになんかね、うん、また火がついてうん、うん、よし
まあ、3,4 年前からそういう、うん、もう一回その情熱がね、うん、あのふつふつと、うん、それはあったんだけど、9年か10年前にパッションのマスターが、うん、アルビ、あのキャンピングカーを乗って僕のところまで来たんです、うん、もうお前と会えんやろうけんと思って来たって。いや、そのマスター、ま、あのパッションのマスターがね、はい、本当は、うん、家族と一緒に来て、あ、そうですか、うん、でもう「はい」っていっぱいブルース歌え、戦場記念歌えとか言われて、うんうん、歌詞が出てこんやったりして、うん、うん、とかなんかで、でもまあそういうね、うん、情熱がね、うん、あのやっぱ僕もこう聞いててね、うん、いろんなお話聞きたいなとか思って、うん、おそらくそのラジオをお聞きの皆様とか、うん、一般の方々はその足蔵さんのことをご存じないと思うんですよね。でしょうね、うん、長いこといなかったからね、ただまあそれはそれでね、うん、あのずっと続けてる人もいるし、うん、まあそうじゃない人もねいて、その生き様というかね、そういうのを紹介したかったんですけども、うん、今日はちょっと生歌であの一曲なんか桜田君と一緒にやってみますか、はい、チューニング良ければやりましょうか、はいはい、ちょっと待ってください、じゃあそれでは闇色のサングラスの娘っていただきましょうかね、娘、お前の愛
空の下消えていくの家並が見えるの匂いに結べばいつの間にか夢からもはみ出しの日々言われた夜空の中に優しさあふれる時間が始まる在庫の家並みが見えるどうも。優しい声をしてるんだろうな優しいけどちゃんと届くねえ、ずしり素晴らしいですけどもですね、今日はですね、この呉竹足蔵さん、ご紹介しておりますけどもですね、この呉竹、くれる竹っていうね、これはやっぱりあのボブから来てるんですか。そう、あのボブディランがで、足蔵さんはどっから、アッシュ、アッシュ、まあね、あの人間は考える足であるっても言われてるし、あの植物強いんですよ。あ、もう風バタ倒れても次の日シャカッと起き上がるっていう、ね、うん、そうです。で、最近ちょっと知ったんだけど、あの欧米、欧米弾く人とちょっといろいろ一緒にやって、欧米ね、欧米、はいはいはい、でそれをね足で作るんだって、はいはいはい、あのとこがリードね、足の、はいはい、あの茎を削って作るんだって聞いて、はいはい、びっくりして、で、あの知り合いが、山梨にいる知り合いが管楽器とねちょっとコラボさせたいってことで、で初めてやったんだけど、なかなか面白かった。へ、今回はあれですか、レコーディングかなんかで、レコーディングに来られたわけじゃないですか。いや、それではないんだけど、まあ、一応その山梨にいる音楽仲間と彼の家で、スタジオみたいな設定はできてるんで、まあ、その今段階 で、でそこでもいずれやれるんじゃないかとかいう感じで、まあ、なるほど、うん、まあ、ちょっとしたあの何ですか、うん、音合わせというか、なるほど、そういう感じで、はいはい、次に向けて、はいはいはい、うん、そう、まあ、今回来日というか、年にどれぐらい帰られるんですかね。いや、僕はね、もう向こう仕事引退したんで、目いっぱいアメリカからチケットを取っても半年が上限、それ以上取れないんです。なるほどね、うん、それ以上発見しないで戻って、で僕グリーンカードだから半年以上出るとなんかいろいろ問題があると、そういうことがあった。はいはいはい、あ、そうですか。だからまあ一応戻って、この逆にこっちで半年いて、向こうでちょっとこうバケーションに戻って、
うん、家族みんなもう子供たちみんな結婚しちゃって。ああそうですか、うん、でもみんなもそれぞれ向こうで生活を持ってるから、うん、でもいよいよあのやっと僕が好きなフリーダム、そうフリーダム、足蔵のフリーダム、足蔵のアイシャルビーリリースでねえ、これはやっぱりそういう人生は素晴らしいなとか思うんですけども、うん、あのやっぱり音楽に対する情熱っていうかね、うん、そういうのがこうずっと残ってるっていうことでね、素晴らしいなと思いますけど、もう あんまりやめあのしばらくこうやってなくても歌うのやめようかなって思ったこともあります？いや別にそのそ僕はあのまあ大学時代に役者になろうと思ってたんだけど、うん、結局そのね上京していろいろある、はい、ね先輩とか行ったんだけど、うんもうやっぱりその人生そのものが舞台だと思って、うん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 、だからまあいいやって別にね、うん、そんな立つのもないなと思ったんだけど、うん、やっぱりその芝居の舞台だった時あの照明、うんうんね、スポットライト浴びる、うん、あの時の緊張感というか、うん、あれが忘れられるんでね、それがその中でこんな音楽あの芝居の中で曲を作りとか始めて、はい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 、そこからちょっとこう、うん、歌の世界の方に行って、うんうん、小林信也さんを知って、うん、で彼がボデランが好きだとか言って、うん、じゃあボデランはどんな人だろうと思って、うん、で聞いてそれからね、うん、ハマってしまって、うん、すごいなと思って、うんうん、そういうねいろいろね、うん、あの語り尽くさない話がありますけどもですね、うん今日生でもう一曲じゃあ、はい、なんか、はいやりましょう、していただきましょう、あのじゃあラブソングをあのやりましょうかね、あれどこだったっけ、はい、ラブソングきます、呉竹足蔵さんですけども、これはタイトルは何でしょう、 Every day, every night って、 Every day, every night、 はい、 Every day, every night あなたを思う、Every day, every night, あなたを思う。紫色の夜の雲は風に流れてたんだよ。けれど心やめにとろけてあなたを優しく包む、愛する人がいつもそばに夜ならば心穏やか、あなたを思って夜のカーテンに映る影はどうしていつも後ろ姿ばかり、本当のことは影の黒さに隠れて闇にとろけてゆくだけ、 Every day, every day, every night, every night I've been thinking of you every day, every day, every night, every night. I've been thinking of you. I wish I could be with you. Every day, every night. My heart.It's gonna be alright.
day, every night. Yeah. Every day, every night. 我慢できない。我慢できない。ちょっと邪魔しましたけど、ね。いやいや。ということでね、今日はね、呉竹亜志蔵さんですけども、その今後ライブ予定とかっていうのは、うん、今回あるんですか。今回16日に東中野の地味編。はいはい、あ、そうですか。はい、12月16日という月曜日ですね。月曜日。月曜日、ね、月の夜16日の夜、うん、はい、これ、中野でしたっけ。東中野です、うん、東中野地味編、地味編、はい、ね、ぜひね、あの皆様ね、あのライブをね、うん、聞いていただきたいと思います、うん、呉竹亜志蔵さんでございましたけどもですね、うん、まあ、時間あったらお帰りになる前に何か飲んだりしますか。何か飲んだりいやいや、もうぜひぜひ、いや、コーヒーじゃあ俺今日一曲歌うかな、はい、じゃあ、はい、ダイナマイトってコードある。コードあるって、ね、あのコーラスをちょっとよろしく、松下さん久しぶりに言ってください。酒飲みの歌ですね。お酒飲まれないですかね、橋戸さんは。いや、もうたっぷりたしなみますけどね。たっぷりたし、マジで。いや、今回なんかね、焼酎、芋焼酎にちょっとこう、うんうん、あの系統してるというか、はい、もうついにあまり残らないからね。あ、なるほどね。それであのそうですね、もうビールす飲むとお腹パッパになるんですよ。だんだんそうなっちゃって。あ、僕もね、そんな感じですよね、うん、あの、いや、いいですよ。ギター、うん、行きますか、ね、じゃあダイナマイト、はい。
はい、ということでダイナマイトお届けしました、今日はあっという間にねもうね1時間過ぎてしまいましたけれども、うん、足戸さんいかがでしたでしょうか。いや楽しかったです ね、よかったよかった。いやまあ足戸さんの歌ももっと聞きたいよね、そうですね、あの今夜僕ね今浅草にいるいとこのとこにいるんで、うん、あのカッパカッパカッパ橋カッパ焼きそばケハチ、うんうん、今夜とかね、まあ、17日の夜とか、うん、あのもし来た時はまあ歌いますよ。ねえ、いらっしゃいくださいって書いて。ということでね。作戦行きましょう。そうですね。呉武足戸さんでしたけども、はい、どうもありがとうございました。ね、本当にあのお元気でね、いつまでもお元気で。うん、はい。おいくつになられますか。ロック。ロック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 まだまだ僕はあのね鼻垂れ小僧です今日のお相手ははい桜田武史とはい、はい、松下俊美です。はいおかえりなさいという感じですけど、ねはい、ありがとうございました、動画の記者も今日もありがとうございました。呉武足戸さんでした。ありがとうございました。どうもありがとうございました。また来週お会いいたしましょう。お相手は金尾志郎でした。 See you next time。後ろ姿優しいあの人は今はない。人の心が好きさ不口の山